ッパ小僧岡本喜道。頃は安政の末、延岡藩内藤家の江戸屋敷に福島金吾という武士があった。この男、剣術柔術が得意で、したがってその気性もたくましい人物で、おおよそ世の中に怖いものなしと誇っていたが、ある時計らずも一種の妖怪に出会って、さすがに世の中には不思議なこともあるものだと思わず舌を巻いたという。すなわちさつきの初旬、いわゆる降り見降らずにさみだれの晴れ間なき夕べ、所用あって赤坂あたりへ出かけて、その帰りに葵坂へ差し掛かると、あいにくに雨は激しくなった。その当時の人はご存知あるまいが、その頃葵坂のどんどんといっては有名なもので、かのため池の流れを引いてみなぎり落ちる水声すさまじく、すなわちドーンドーンと水音高く、滝なすばかりに渦巻いて流れ落ちる水が、その頃のさみだれに水かさ増して、どんどん堂々と鳴る音ものすごく、まして大雨の夜であるから、水の音と雨の音のほかには物の音も聞こえず、雪気も耐えたる犬の刻ごろ、一寸先も見えわかぬ闇をたどって、かの右のどんどんのほとりへ差し掛かると、自分より二三軒先に小さな人が歩いていく。で、自分は足早に追いついて提灯をかざして、よく見ると年の頃は十三歳の小僧が、この大雨に傘も持たず下駄も履かず、下濡れに濡れたる両袖をかき合わせて、裸足のままでピタピタと歩いていく姿、いかにも哀れに見えるので、おいおい、お前はどこへ行くと後ろから声をかけたが、この小僧見向きもせず返事もせず、やはりうつむきしまま濡れていく。こなたはじれて、おいおい小僧、どこへ行くのか知らぬが、この降るのに尻もはしょらずに裸足で歩くやつがあるものか、身軽にして威勢よく歩けと近寄って声をかけたが、この小僧やはりうんとも言わぬ。おしかつんぼか、さりとは不思議なやつ。ともかくもう、そんなだらしない風をして雨の中を歩くやつがあるものか。待て待て、俺が始末をしてやろうと背後から手を伸ばし、その後ろ妻を引き上げ、もうくるりとまくる途端にピカリはっと目を添えると、驚くべし、小僧の尻の左右に金銀の大きな目があって、我をにらむがごとくに輝いているから、一時は思わずぎょっとしたが、さすがに平成から自慢の武芸自慢の男、この化け物めとやりわに提灯を投げ捨てて、小僧の襟髪をつかんでえいとばかりに投げ出すと、片絵のどんどんの中へ転がり、真っ逆さまに転げ落ちて、後に響くはざんぶと水の音、続いてカカ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 と聞こえるは怪しい不思議な笑い声、提灯は消えて真の闇、己化け物再び姿を現さば真っ二つと、刀の柄に手をかけてしばしの間暗き水中をにらみつめていたが、ただ渦巻き落ちる水の音のみで、その後もさらに音の沙汰もない。いまいましいやつめとつぶやきながら、その世はそのままに屋敷へ帰ったが、
さてよくよく考えてみると、あれがまことの妖怪であろうか。万一我が驚きと怒りのためにろくろくその正体も認めず早まってまことの人間を投げ込んでしまったのではあるまいかと半信半疑でその世を明かし、翌朝再びかのどんどんへ行ってみると、夕べに変わらぬは水の音ばかり、さらに人らしき者の姿も見えない。なお念のために他の人々にも聞き合わせて、その流れの末をもそれぞれ取り調べてみたが、小僧はおろか犬の死骸さえ流れ寄ったという噂も聞かぬ。でもし真の人間ならば、右の大雨といい夜といい、かのどんどんのごとき急流の深みにおいてとても無事に浮かび上がれようはずもなし、しかしその死体の見当たらぬも不思議。まさしくかの小僧はカッパであろう、いやカワウソであろうと知る人いずれも言い伝えて、その当分は夜に入ってかのどんどんのほとりを歩く者もいないくらいで、青い坂のどんどんにはカッパが住むという評判盛んであったが、その後別に怪しい噂もなかったのを見ると、カッパ小僧とんだ目にあってコリコリしたのであろうか。ともかくも小僧の尻に金銀の目が光っていたことは、福島金を確かに見届けたということ。カッパ小僧、ちなみに記すも古めかしいが、右のため池界隈にはなおもう一つ階段があって、これもいささか前の内藤家に関係があるので合わせてここにお話申そう。慶応三年の春も暮れて山王山の桜も散り尽くした頃のことで、かのため池のほとりに夜な夜な怪しい影がぼんやりと現れる。もっともその頃のため池はなかなか広いもので、維新後に埋められて狭くなったが、さらに埋められて狭くなり、当時のごとく町家立ち続く繁華の地となったが、慶応頃のため池は深く広く、その末のどんどんには前期のごとくカッパ小僧が住むというくらい。その向こう岸、すなわち内藤家の屋敷の裏手にあたって、影とも湧かず煙とも湧かぬ朦朧たるものが薄墨の絵のごとくに棒として立ち迷っているのを通行人が認めて、不思議不思議と言い放す。その評判を同屋敷の家中の者が聞き伝えて、試みに赤坂の方へ回って見渡すと、何様、人の噂にたがわず影か幻か朦朧たるものが水の上に立ち迷っていて、その形さながら人のごとしであるから、いずれもただ不思議奇怪というのみであったが、念のために船をこぎ出してその影のあたりへ近づいてみると、影は消えて何もない、さてまた元の岸へ帰ってみると、かの影は依然として水の上に迷っている。これはおそらく水中に何か沈んでいるのではあるまいかと一同興味の上で、あくる朝再び船をこぎ出し、夜な夜な影の迷うあたりを、そこかここかと竿で探ると、緑伸びたる足の根に何か触るものがある。はっ、さてこれはと一度立ち騒いで、直ちにこれを引き上げると、
思いきやこれは年頃23歳とも見える町人風の男で、色は青く髪は乱れ、二目と見られぬ無残の体で、受水をすでに幾日を経たのであろう、全身腐乱して臭気を帯びただし、一度はやっと顔を見合わせて、しかしともかくその死体をかき上げて、お上へその死体を届け入れて、それぞれ戦意の手を尽くしたが、この男は何者とも分からず、従ってその死因も分からず、言わんやその下手人も分からず、戦意もついにはそれなりけりに済んでしまって、なんぼ哀れなる物語チンで、かの怪しい人影は、まさしくこの水死者の幽魂が夜な夜な形を表して、未来の救いを請うたのであろうという噂で、これを思えば死者に霊なしとも言われまいと、現在その死体を引き上げた一人の昔話、世にかかる不可思議のこともあるものか。日本妖怪実況。